神様、先輩方の予測では今回が最後の願い事。え？はい、今回の願い事を叶えた後、神様には。いよいよサタナディアと対決する時が近づいてきたってわけか。はい、その側近フルーネティも未だ健在、何か仕掛けてくるかもしれません。では神様、準備。ああ、いつも。わかりました。リリエル、いつもありがとう。急にどうなされたのです。俺、ま、はい、信じておりますわ。すいたな。作り置きの日、日没までの時間は。なんだよここ。何もか。戦争でも起こったのか。それとも天変地異か。私が見てきた限りにおいて。文明が崩壊する過程という、その人は。ああ、あれか、自業自得。いえ、その今の私たち天使の状、ずっと悪魔と戦争を続けているのです。それを棚に上げてこの世界を笑う、当事者でなければ見えないものと当事者でいては見えないもの、この二つが相入れ。難しいことは分かんねえけど、そうやって問い。何者です。あらら、話し声がするから来て。あなたは、どうやら。お、君、天界からだよ。俺、こう見えても神様な。は？天界？神様？君。私はリリエル。神様に仕える天使。天使？なんだ、そういうオチか。お、珍しくちゃんと。信じるも何も、ここで生き残ってるのは私だけだもん。な、なんだ。みんな死んじゃったんだ、3年くらい前にね。死んだって。この有様を見ればわかるでしょ。単純だよ。戦争が起こっ、世界が滅びる戦争ってよ。別に、ただの戦争だよ。たまたま世界を二分する対戦になっちゃったって。まあ、妙な生物兵器を投入しちゃったせいで両軍が全滅して。はあ、戦争そのものは5年くらい前に両軍の自滅で終わったんだけどさ、その生物兵器はそのみんなで頑張って戦ったんだけどね、3年くらい前かな。3年もの間ずっと。うん。お前すげえタフネスだな。
そうかな。まあ、こちらの神様はね、あたしのね、はっはっは、これが結構願い事。そういや、お腹が減ってたんだよね。ご飯が済むまで待っててよ。それは構わねえけど。さあね、じゃあちょっから狩りに行ってくるよ。狩りってフィオだよ。私だけが生き残ったこの世界。行っちまった。状況の割に私たちは、この世界のこと、もうちょっと見てみようぜ。あの、はい、あの神様。ああ、今回は大丈夫みたいだ。そうですか。メルエル先輩が、今回のミッションはリミットブレイク、何もないのがむしろ不安。このまま神様。レッスン9、黄昏グランギニョル。
まるーん、まるっと、よし、やだー、さあ、よし、そんなで、そんな、ままませ、ギョギョまあまあまあ、よし、うわお、神様だ。ねえねえ、どこってこの世界を見て回っ、そうかそうか、あ、そうだ、お腹空いてる、お、サンキュー、失礼だな、おいしいっていい感じ、神様、ここはまず、いや、いいって、リリエルに毒味なんてさせるくらいなら俺が食う、 うめえ、ほらね、だからい、あら、でも何の肉かはあえて聞くまい、こういう展開の場合、ちょっとちょっと、いくら神様でも言い過ぎなんじゃない、普通に、わ、悪い、せっかくご馳走になってんのに、ねえねえ、唐突に聞くけど、え、付き合ってなんかいません、このお方は神様ですのよ、ございますって、そんな全力で否定しなくてもいいじゃん、そこで俺に振るなよ、そうですよ、神様を困らせないでください、ごめんごめん、そんなにムキになんないでよ、そうだぜリリエル、神様は黙っててください、おいおい、うん、神様ったら、ふふん、俺たちのことよりもピオ、お前のこと、こんな世界の果てみたいなところで、そりゃあね、私の心だって鉄でできてるわけじゃないんだからさ、まあでもしょうがないじゃん、みんな死んじゃったんだ、こうやって世界を旅し続けていればいつかどこかで生き残った人に会えるかもしんないしね、だとするとやっぱりピオの願い事、よし、じゃあ
生き残った人がどこかにいないか。それがフィオの願いじゃなかったとしても、フィオが一人ぼっちのままになることは避けられるわけだしな。私なんかのためにそこまでしてくれるなんて。お前な、そこはありがとう。冗談だよ神様、ありがとう。よっしゃ、そうと決まればちょっくらピ。よし、神様ったら張り切っていき、そんで疲れて寝ちゃうなんて
まるで子供みたいだね。全然。あ、ごめんごめん。こういうこと言うと天使さん。いいえ、そのようなことはありませんわ。ねえねえ、リリエルから見て神様ってどんな感じなの？お使いすべき存在ですわ。それ以上でも以下でもありません。もうそんなこと聞いてるんじゃなくてさ、かっこいいなとかかわいいなとか、そういう感情はないの？その…顔は悪くないと思うよ。そうですか。別に取りゃしないよ。いえ、そうではなくて、その、すみません、うまく言えなくて。そっか、まあいいや。明日は早起きだから、私たちも寝よ。おやすみ。あ、はい。おやすみなさい、フィオさん。バカ野郎！はい！はい！